はい、じゃあ今日はちょっとうつねっぽい感じだっていうふうにね言われて、で結局なんか性格診断みたいなパーソナルなんとかみたいなのもねこうまあ受けるっていうか、そういったところでなんとかしようっていうふうに話してたけど、今肋骨とかをね今すごいちょっと動かしてもらうと相当広がる感じ、うん、はい、はい、でそれで今頭の気分でどうですか、さっきうつ病っぽかった感じが。うん、なんかそうですね、すごくすっきりじゃないですけど、うん、軽くはなりました。はいはい。うん、で、胸を広げてもらって、酸素はいっぱい入ってきますか。うん、はい、本当に広がった感じと、はいはい、もうとにかく軽い感じ。はい、軽い感じ、はい。はい。で、まず、一つは胸がね、こう潰れて、うん、肺に酸素が来ない。で、今度は頭下げちゃってるんで、首がこうギューってなって、脳が酸欠状態です。はい、だから僕は、まあ、うつ病っていうよりも、脳の酸欠だと思うんですけど。で、そこで酸欠状態のまま。うん、まあそういうその精神的なカウンセリングを受けても結局解決にならないんですよ。だって自分の中に、物理的に酸欠になって脳が、ぼやけたような状態になっちゃってるんで、正常な判断もできないんで、だから胸を広げてあげて酸素をいっぱい入れてあげて、でそれが、首を通じて頭の方に、登っていけば、そうすればだんだん、まあ、もっと多分後からもうちょっともっと頭がすっきりしてくると思うんですけど、まあ、そんな感じで一回ちょっと立ってもらっていいですかね。はい、まず一回体全体の感想を聞かせてください。うん、そうですね、なんかこう気分的にも、はい、体的にも楽っていうか、なんていうのかな、うん、なんかこうわーって広がった感じじゃないっていうかなんだけど、うん、なんかでも来た時よりはだいぶ違うでしょ、うんうん、気分が、はい、軽いっていうか、まあ簡単にと軽いっていう感じの、はいはい、うん、状態にはなりましたっていうか。さっきちらって言ってた足の裏もどうですか。足の裏もすごい本当にくっついてる重い感じ。そうするとどっしりすればやっぱりなんか来ても大丈夫ってなるけど、足の裏が浮いちゃってるともう不安でしょうがないみたいな、そこにも関係するんですよ。だからさっき言ったゼロ磁場ね行くとっていう話をされたけど、まあ、今この施術が終わった状態が今いろんな方向からもしたけどもびくともしなかったでしょ。これが今体の中にゼロ磁場ができたっていう形、まあ、もちろんまた崩れていっちゃう可能性はあるけど、うん、そんな感じ でそうすると、もっと変わってくる可能性があります。そんな感じです。ありがとうございます。はい。